ヘビー級のパンチですね。おー、いいですね。変わりました、変わりました。はい。こんにちは、白川隆二です。はい、マジシャンのキラーです。キラーさん、今日はお越しいただいてありがとうございます。はい、どういたしまして。キラーさん、ここでいつも稽古されてるんですよ。そうですね、まだまだですけどもね、精進しております。はい、キラーさん、今日は、素晴らしいもうボクサーとのコントとなります。とんでもない人来ましたね。とんでもないです、はい、元 WBC、アジア世界ヘビー級チャンピオンの日高理央さんです。皆さん、日高理央です。コラボ動画はリオさんの、チャンネルでも、動画配信しておりますので、ぜひリオさんのチャンネルチェックしてください。おはす。はい、リオさん、もうヘビー級っていうことで、はい、ヘビー級の元チャンピオンなんですね。はい、ありがとうございます。やっぱヘビー級だとすごいですね。大きくて、いえ身長はね、全然、まあ、僕がね、キラさん高いですもんね。195あるんで。おお、はい、体つきが全然厚みが違います。ヘビー級ボクサーって言ったら、本当にありがたいですもん。拳が狂気だと言われる。はい、すごいですね。なかなかその体を維持するのも大変じゃないですか。そうですね、はい、元々細かったんですけど、今日はですね、せっかくリオさんに来ていただいているので、合気道ではこうあまりこう突き蹴りってないですもんね。うん、そうですね、蹴りは全くないですし、突きも、まあ、そんなに数は、はい、種類が少ないですから、はいはい、当て身っていうのはあるんですけど、はい、そうなんですか。いわゆるこうボクシングなどのパンチとかないので、はい、今回はあのリオさんにこうフックだったり、はい、ボディ打ちを教えていただく。はい、なるほど。請求ですか、ちょっと困りですけどね。そうですね、はい、ちょっと何でしょうね、この拭えない不安感は分からないですけども、はい、すごいひしひしと感じております。はい、ぜひ理央さん教えてください。はい、はい、お願いします。はい、よろしくお願いします。美しい合気道。はい、ということで早速あの理央さん、じゃあフックですか。はい、顔に打つんですか今回。これはもう顔の、はい、この顎とか肩甲とか、この内側のこっちの側面を、はい、はい、でミットでこう受けるって。そうですね、はい、ちょっと最初はこういう、あ、そうですね、最初からゆっくり、あ、はい、はい、そうなんです。おー、いきます。ちょっと強くお願いします。はいはいはい、徐々にいきますか。はいはい、これがヘビー級のパンチですね。ちょっと腕どんですなんかキラさん、はい、キラさん、体格的にはヘビー級ですか。あ、そうですね、防御してもヘビー級は本当にダメですね。ガードの上からガードの上からきますね。きますよね、これは危険ですね。危険極まりないですね。やっぱりあれですね、マジックという仕事、マジシャンという仕事を長い間しますと、もう20年やってるんですけど、はいはい、やっぱ事前にいろんな機器とかを予知できるもんなんですね。うんうんうん、そんな気がしますね。これだったんですね。今日はなんか朝から嫌な予感するなと思って。でもマジシャンって手首大事ですもんね。ああ、そうですよ、本当ですよ。固定して怪我しない。本当ですよ。でも手首、ほら、合気道で鍛えてるから。うんうん、はぁ、まあ、軽くからちょっとお願いします。こういう感じで出るんですか。そうですね、はいはい、なんかこう離れるんですね。はい、前で、はい、少しゆっくり、はい、そうです。はいはい、一瞬ポンと、はい、で、こんな感じで、こんな感じですね。はい、いや、たっでも、この時点でちょっと痛いんですよ。今見て分かっやってるでしょうけど、視聴者の皆さん、軽くやってらっしゃるの分かるじゃないですか。もうこの時点で肘ちょっと痛いんですよ。本当肘が、いやいや、本当本当そうなんですよ。そうなんですよ。じゃあちょっと、はい、すみません。はい、はい、これを強めに、はい、はい、はい、いや、ちょっと待って、あ、痛っでも本当に痛いですよ。すいません。いや、本当そうですよ。本当、これちょっとたまんないな、こんなの。これがヘビー級なんですか。顔に行きます。はい、危険ですよ。恐ろしいな。ガードの上で顔を切ります。いやいや、きますね。もう入れますね。はい、いやいや、ヘビー級とか緑級とか上になってくると、もう本当これでこのままボンって倒れる。うん、ありますもんね。はい、うん、じゃあ今日はこれを習うんですか。内方で、内方で、内方で。なるほど。でもそれはもう本当にないですもんね、合気道やらないで。ああ、そうですね、全く。はい、分かりました。はい、分かりました。はい、ちょっと汗かいてしまう。あ、大丈夫です。はい、大丈夫です。
基本的な打ち方を教えて、はい、しまいました。はい、ですね、まあ、フックなんですよね、はいはい、ではですね、フックはこの横を叩くので、はい、こうするので、まあ、基本的にその遠心力で遠心力、はい、叩くんですから、もう少しだけ、まあ、例えば5で体重があれば、6、4とか7、3とかぐらいで遠心力とちょっとの体重移動、体重がやったらちょっと中間にグッと握るとか、うん、味がですか、強いし、じゃあ強いですね、本当ですか、はい、遠心力、はい、遠心力で強いよ、続いていきましょう、はい、ありがとうございます、めちゃくちゃ強いです、これやってるな、人をやってるな、やってますよね、やってます、これ人やってますね、やってないじゃん、体重が57キロです、はい、稽古で鍛えてて、あの横目打ちで横の筋肉は使ってるんですよ、はい、同じ筋肉は多分、なるほど、だからめちゃくちゃ強いです、で次、はい、右行った、はい、右行って止まって、そっから左フック、はい、右やって、はい、これも遠心力、今ちょっと腰な感じだったんですけど、遠心力でバーンってやってみます、どうしますか、一回巻き込むようにやってもらっていいですか、巻き込む、はい、そう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 、で、体重をどちらか後ろに、あ、後ろに、はい、前にこうなってる、後ろに、ゆっくり、はい、後ろに、そうそう、強っ、めっちゃ強い、次、右、左でしょ、ありがとうございます、ここ行きましょう、ありがとうございます、ありがとうございます、やってるな、あ、でも、新鮮ですね、なんか、うんうん、めちゃくちゃうまいです、本当ですか、はい、めちゃくちゃうまいです、体重の移動はちょっとこっちの左に乗せるのがおそらく武術のあれで癖づいてると思うんですけど、もう少しそのこっちにポンと遠心力とこっちの足にポンと乗せると体重がもう引き締め、こっち後ろに行くんですね、はい、2本目は、はい、どういった理由、あの前足で左フックのと、はい、左、後ろ足に左を打つのが両方あって、はい、で今やってるのは右からの左なので、あのこっちの足に体重乗せてっていう風な言い方をさせてもらったんですけど、はい、でね、このままワンツーフックでこっちで出してきてやる時もあります、巻き込むような感じなんですか、ね、はい、この時はちょっとこのこっちの足に乗せるのちょっと難しいんですよ、はい、なのでこっちもその左フックやろうと結構簡単なんで体重乗せやすいんで、こう遠心力、こう遠心力が大事なんですか、はいはい、もう本当にその感じですか、もうこの遠心力でまあまあフックです、ああ、キラさんもじゃあ一緒に、はいはい、多分キラさんもね、やったことも私はやったことないです、はい、はい、はい、やってます、よろしくお願いします、フックはい、もうそうですね、こうやってね、それでこう、はい、これそうです、ちょっといいよもう言うことないですね、はい、じゃあ次右行って左、難しい、左難しいな、はい、軽く行ってドン、そうです、ここに、はい、後ろに体重を乗せます、後ろに、そうです、こっち、そうです、後ろに、後ろに、後ろに、ずっと、そうです、そうですね、はい、じゃあ左足に体重を乗せて、はい、右足にポン、右足左に乗して左に、そうです、はい、両方って右も打って左、うん、ちょっと近いですよね、はい、10、うん、そうです、そうです、そうです、左右ダン、そうです、そうです、その感じです、もう我々体重の感じ、本当ですか、はい、いや、やっぱ強いですね、強いし、本当ですか、ああやってますね、やってますね、山北さんこの道場やってるんだ
でも本当普段やらないですけど、そこ合気道で鍛える筋肉は。本当ですか。当たらないですけどね、自分じゃ。あと旋回する動作はもしかしたら天気で。一番初めの運動ってこれ、はい、最初みたいなやつやりますよね。そう、こういうのです。あの中心軸を立てて、あとここ柔らかく立てて、こう回すっていう動作をやるんですよ。もしかしたらそれ楽しいじゃないですか。あ、それが上手だから、体重がバーンと。だからどうも普通にも倒れますね。当たっちゃうので、まあ、当てる技術はまだ全然違うので、まあ、当てられないんですけど、じゃあ今度ボディ打ちですか。おお、はいはい、美しい合気道。ボディ、ボディをこれがないと危険ですよね。ボディはヘビー級のパンチ、これなかったらもう打っちゃいますね。一発で合うんですね。これはさっきと違って、はい、体重を、左ボディの場合は体重がさっき右、左こっちに体重乗せたんですけど、この時は左足の体重、はい、ちょっとしゃがんで、はい、で、あの時にっていう感じ、もう引き通せしゃがんで、はい、これが分かりやすいです。この回旋すると難しくなるので、はい、しゃがんで打つというもうこれだけのイメージでお願いします。軽め、はい、はい、なんで、これ軽めですか。響きましたね。こんなに分厚いんですけど響きますね。これもろに受けたら危険じゃない。そうですね、結構楽しみです。ちょっと半分ぐらい入ります。じゃあ最後強くお願いします。はい、いきます。いきます。めちゃめちゃ危ないです。キラさん、あ、はい、わかりました。ヘビー級同士で、いやいや、ヘビー級同士で軽く軽く、はい、おぉ、続けます。うわぁ、うわぁ、うん、うん、うん、はい、ありがとうございます。もう一回片山くんも、ね、あー、せっかくだね。どういよ、軽くいきます。軽くいきます。あれ吹くんでしょ。すごい危険だよね、これなかったらね。危ないですね。こんなの近距離で届くのか。あ、そうですね、はい、無理ですね。これがえぐる感じがありますもんね。じゃあこの打ち方をちょっと、はい、はい、先生も練習しましょう。はい、お開けたとそう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 。そして。正解ですか。はい。そうそうそう。はい。難しいですね。はい。ですね。少し、はい、ちょっと交互にこうなって、はい、もう軽くでいいです。ちょっと腰一個も入れるぐらいさ、はい、結構こうなってるんで、あ、はい、こうなると、この回旋のパワーになっちゃう。あ、はい。これはなくて、しゃがんで、ちょっと肩入れるぐらいで、はい、バッ、はい、上がるパワーで、バッ、はい、はい、見えてください。そうです、そうです、そうです。あー、いいですね、変わりました、変わりました。はい、瞬間じゃないですね。はい、そうなんです。瞬間ですね。はい、こうで、このパワーが来る。はい、池田さん、ちょっとやってみましょう。はい、こう足が前でこうして、はい、でしゃがんで、そうそうそう、しゃがんで上がるときに、そうそうそう、はい、ありがとうございます。最後の3発ぐらいめっちゃ良かったです。あ、本当ですか。はい、中にポンと、はい、届いてました。届きました。はい、もう手首が痛くて仕方ないそうですよ、そうですよね。いや、バンでいるんですよね、これ、ね、はい、うん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 、美しい合気道。はい、ということで今回は伊藤さんにこう、うん、フックとボディ打ちですね、うん、はい、教えていただきました。ありがとうございます。いや、全然やっぱりね、今日の合気道の体の使い方違います。全く違いますし、ここは、はい、
まあ、そうですね、あの共通する部分もあったんですけど、ボクサーの方々が普段ね、何気なく使ってるあのパンチがどれだけ鍛錬した上で成り立ってるのかっていうのがね、改めて分かりましたね。そしてこのヘビー級の体ですよ。やっぱヘビー級は違いますね。すごいですね。このパンチの重さを感じただけでまた貴重な経験になります。ですねです、本当にありがたいですね。仕方もね、絶対ありがとうございます。いえいえ、そんなのですね。勉強になりました。またぜひ、じゃあ技を。はい、はい、はい。はい、ということでご視聴ありがとうございました。はい。初めて明かされる美しい合気道の秘密、難しい専門用語を分かりやすく独自に言語化、 QR コードでいつでもどこでも動画が視聴できる、こだわりの美しい写真と美しい動画、臨場感のある解説動画、全200ページで送る美しい合気道の全てがここに。書籍「美しい合気道」角川より発売。